皆さんこんにちは。今回は、オープン2チャンネルで奇妙な出来事があったという話を教えていただいたので、それについて取り上げます。当時、野球に関するスレを立てたというリクエスト主さんですが、存在しないはずの野球選手の話題が出てきたそうです。2016年か17年頃、オープン2チャンネルでプロ野球に関するスレを頻繁に立てていたそうです。その時も、日本人シーズン最多本塁打が野村克也と落合博満の52本という事実、というようなスレを立て、スレは進行していました。その最中、アルレスが目に留まったそうです。内容は、山本翔平という人物が、戦時中に中国の野球リーグで58本打っている、というもの。その時は、ご丁寧にウィキペディアのリンクも貼られており、リンクに飛ぶと確かにその山本翔平という人物のページがありました。内容は非常に詳細に書かれており、リクエスト主さんが覚えているものは、上記の通りで戦前に生まれた人物であり、戦時中に中国の野球リーグにスパイとして送られます。1943年から1944年頃に中華リーグで活躍し、2年目にはシーズン58本塁打を達成したという実績まで書かれており、シーズン終了後にスパイ活動がバレて日本へ帰国したのだそうです。あまりに丁寧かつ、精巧に書かれていたため、実在の人物だと思っていましたが、後ほど調べてみると奇妙なことに気がついたそうです。まず、ウィキのページは削除されているようで、サイト内で検索をかけてもヒットしないのです。また、中国で野球リーグが正式に作られたのは2002年であり、戦時中に中国の野球リーグ戦があったという情報が出てきません。そして、誰もこの人物を知らないのです。リクエスト主さん以外にネット上でこの人物の話をしているのを見たことがないとのことです。このことから、当時、架空の人物をでっち上げられたのかとも思ったそうですが、ウィキにあそこまで詳細な情報があったので、わざわざそこまでするのかという疑問も残ります。しかし、当時のスレや、ウィキを探してみてもそのような痕跡は一切見つからないそうです。果たして、山本翔平という謎の野球選手は存在したのでしょうか？ありもしない中国の野球リーグで活躍していたことまで書かれていたそうですが、もしかすると、あの時だけ別の世界に繋がっていたのかもしれません。さて、今回はこの謎の野球選手が一体何だったのか、できる限り調べていきます。これはなかなか不思議な話ですね。皆さんは、山本翔平のような野球選手をご存知でしょうか？まず、リクエスト主さんが立てたと思われるスレを探してみたのですが、オープン2チャンネルの過去ログで検索しても出てこないんですよね。本文検索で、野球選手の名前や書かれていた情報のワードを調べてみたのですが、何も出てこないです。それらしいスレ自体も出てこないので、もしかするとその時だけログが残っていないのかもしれませんが、リクエスト主さんにここまでの記憶が残っているにもかかわらず、痕跡が何もないとなると非常に不気味な話です。また、中国リーグについても確かに2002年頃から発足されたという記載が、ある論文に書かれています。ということは、やはり山本翔平という人物がスパイで戦時中に中国で野球をプレイし、記録を残すというのは不可能なのです。しかし、リクエスト主さんは確かに詳細に書かれたウィキペディアのページを見ているわけで、これは一体どういうことなのでしょうか。スパイ活動を行っていた野球選手について Google で調べてみると、このようなページがヒットしました。あるネットニュースの記事で、戦前の野球選手達川慎吾、中国での活躍、新資料で明らかに、というものがありました。これによれば、最初のリーグは1931年に創立され、その後にアジア人も参戦、そしてこのリーグで活躍していた日本人がいたそうです。その人物が達川慎吾という方で、当時偽名で中国人として野球をしており、シーズン58本塁打を記録した。と記載されています。
また、実はこの人物はスパイ目的だったとも記載があり、リクエスト主さんが見た情報と一致します。おそらく、辰川慎吾という人物の話をスレで聞いたのではないでしょうか。しかし、この人物の名前をウィキペディアで検索してもページがヒットしません。実はこの記事を掲載していたサイトを見ると、予報タイムスというサイトで、フェイクニュースを作っているジョークサイトでした。つまり、辰川慎吾という人物は存在しないです。ですのでシーズン本塁打58本の記録を打ち立てた選手もいないでしょう。しかし、ここでまだ謎が残っています。リクエスト主さんが見たウィキペディアの記事は何だったのかという話です。ウィキペディアで削除された記事を検索できるサイトがあるのですが、そこで調べてみてもヒットしません。元から存在しなかった可能性が高いのですが、ウィキペディアではなく、エンペディア、というサイトには記事がありました。このサイト、ウィキペディアとデザインが非常に似ており、おそらくこのサイトと勘違いされたのかもしれません。記事の冒頭部分に、架空の人物である、とは書かれているものの、メイン部分だけ見ると気がつかないですね。このことから、おそらくスレ内でこの記事へのリンクが貼られ、リクエスト主さんはこの選手を知ったのだと思われます。ですので、真相はフェイクニュースで紹介されていた野球選手であり、架空の人物です。元のニュース記事も、予報タイムスの記事だと知らなければ気づかないレベルでよくできています。わざわざ年譜まで書かれており、戦死されたとされているものの、数年後、似た名前で活躍している野球選手がいたと書かれており、戦死したと思われた彼が、実はまだ生きて野球をやっていたという熱い展開もあったのでしょうか。全部架空の話なんですけどね。というわけで、今回の謎の野球選手については辰川慎吾という人物で間違いないと思われます。山本翔平とは結構異なっていますが、おそらく記憶違いでしょう。もし辰川慎吾ではないのであれば、また連絡ください。いかがでしたでしょうか。今回の件は、フェイクニュースだと判明したもののちょっとワクワクしましたね。以前も、存在しないはずの1万円硬貨が話題になっていましたが、このような存在しないはずのものがなぜか存在しているという話は好きです。他にも、このような不思議な話がありましたら、ぜひコメントで教えていただければと思います。